値ジオメトリックによるグラフニューラルネットワークの作り方、使い方について説明したいと思います。今回の資料の対象として、Python を使ってある程度データを分析できるようになった人で、グラフニューラルネットワークの使い方や実装法がいまいち理解できていない人を対象にしています。内容としては、PyTorch ベースでグラフニューラルネットワーク、GNN を説明していきます。 一般的なニューラルネットワークの構造や数理的な背景はすでに知っているものとしておきます。この資料の流れとして、まずグラフデータの説明やタスクの説明をします。次に、ノード分類に対する GNN と通常の DNN の実装の比較をします。最後に、グラフ分類に対する GNN と DNN の実装と比較をします。まずはグラフデータの復習をしておきましょう。 ここにこのようなグラフがあるとしましょう。ノードには特徴ベクトルを持たせることができ、ノード1の特徴ベクトルとして V1、ノード2は V2、ノード3、4は V3、V4 となっていることとしましょう。エッジにも特徴ベクトルを持たせることができ、例えば E12 というのは、ノード1とノード2のエッジ、ここですね、これの特徴量が入っているとしましょう。同様に E13 は1と3の間のエッジ、14は1と4の間のエッジ、34は3と4の間のエッジの特徴量が入っているとしましょう。グラフデータが通常のベクトルデータと異なるのは、隣接関係を持つということですね。この隣接関係は通常行列形式で表すことができます。このようなものですね。一方、この隣接関係はリスト形式でも表すことができ、 行列で表す隣接関係をリスト形式で表すとこのようになります。そしてこのグラフデータというのは非常に一般的なデータ表現であって、さまざまなグラフデータが身の回りに考えることができます。例えば分子ですね。どういう原子が何と結合しているかという情報をグラフデータで表すことができます。また画像もグラフデータとして扱うことができます。 ここでは隣り合う画素はエッジを共有するというふうに考えると、このようなグラフを考えることができます。この場合、ノードには画素の情報が入っているというふうに考えることができます。また、文章や延期配列、方向性を持った並びっていうのも、グラフデータで考えることができます。このように、グラフは一般的なデータ形式であって、さまざまなデータはグラフとして扱うことができます。 では次にグラフデータの問題設定について考えてみましょう。ノードレベルのタスクを考えてみると、このようなグラフを考えてみて、ノードにはノードの特徴量と y の値が入っていると考えましょう。この y が量的な変数であれば回帰ですし、質的な変数であれば分類となります。そして解きたい問題は、このノード4の y の値は何かというのを知りたいという予測の問題を考えることができます。 このような問題に対して、隣接関係を考慮した畳み込み、つまりグラフニューラルネットワークによって関数 F を作って Y の値を予測するという数理問題に帰着することができます。この問題に対して少し見方を変えてみると、グラフを使わずに問題を考えることもできるということは思いつくでしょうか。つまり、このような問題として考えることができます。 説明変数として、ノードの特徴ベクトルが1、2、3と得られていて、それに対応する y の値が得られている。通常のベクトルを使った回帰問題と考えることもできます。そして行いたいことは、この v4 の特徴ベクトルに対応する y の値は何かという問題になります。つまり言いたいことは、グラフデータはグラフニューラルネットワークで解かないといけないのかというと、そうではなく、 グラフの隣接関係を考慮せずに解くということも数理的には考えられるわけです。では次のタスクの種類を説明します。エッジレベルというのはエッジに対する予測、特にノード間にエッジがあるのかないのかというのを予測したいという問題設定になります。ここで明示的にエッジがある場合を1、例えばノード1とノード2の間には1が入っている。一方、ノード2と ノード4の間では0というふうに考えると、やりたいことは、この基地の関係性から、ノード1とノード4の間のエッジは0になりそうか、それとも1になりそうかというのを予測したいという問題で考えることができます。同様のことは、隣接関係を考慮せずに、通常のベクトルによる回帰で考えることもできます。この場合、ノード2つ分のベクトルが説明変数になって、エッジの0、1が目的変数になっている。 とというようよな問題設定を考えることができますそして、解きたいことは、ノード1とノード4の特徴ベクトルからエッジの値は0になるか、1になるかという予測問題を考えることができます。最後のタスクの種類として、グラフレベルのタスクを考えることができます。このタスクでは、グラフは複数あって、1つのグラフに対して1つの y の値が入っているという関係性を考えることができます。 そして解きたいことは、新しいデータ、グラフ4に対する y の値が何か、これがまた量的であれば回帰ですし、質的であれば分類になるという問題設定となります。これまでと同様に、この問題に対しても無理やりグラフを使わずに解くということもできて、例えば1つのグラフの濃度をすべて平均化して、v1 として扱って、このベクトルと y が1つのデータである。 同様に二つ目のグラフの濃度の平均三つ目のグラフの濃度の平均というように隣接関係は使わずにベクトルとして回帰を行うということも問題としては可能ですもちろん隣接関係を使っていない分情報量が失われているわけでグラフとして隣接関係を取り入れた分析の方が回帰性能は良さそうだということは推測できます それではこういったグラフを使った分析をするためのパッケージを2つ紹介します。1つは PyTorch、もう1つは PyTorch Geometric と呼ばれるパッケージです。下の PyTorch Geometric は上の PyTorch をベースに作られたパッケージなので PyTorch のバージョンに依存します。バージョンを間違えないようにインストールしましょう。PyTorch のサイトに行くと、このようなどのバージョンをインストールするか。例えばパイ t o チのバージョンが 1.12.1のものをダウンロードするとして、Windows でコンダで Python の環境で、例えばこちら CPU のものをインストールするとしましょう。すると PyTorch ジオメトリックはこれに依存するので、下の方でも PyTorch は1.12で Windows のものでコンダ環境で CPU のもの。 をインンストーールししてバージョににズレがないよう,にしましょうこの PyTorch Geometric を使ってグラフを作ってみます。このようなノードが3つで全てのノード間にエッジがある場合を考えてみましょう。このグラフはこのようなコードで作ることができます。冒頭で Torch Geometric からデータクラスをインポートしています。そして Edge の接続は リスト形式で書いていて、それをテンソルに入れて、どのノードとどのノードが結合しているかという情報を与えます。次に、各ノードの特徴量として、このような値をリストで指定して、テンソルに入れて、各ノードの特徴量とします。また、ノードの y の値、ラベルですね、は適当にこのようにして、テンソルに入れておきます。 そして重要なのは、ここですね。データクラスから作ったインスタンスオブジェクトの中に、ノードの特徴量、ノードのラベル、隣接関係を入れることで、グラフデータが得られます。このデータを表示してみると、このように、ノードは3つで、ノードの特徴量は2次元であるということがわかります。また、y の値は、ノードが3つで、y は1次元のモードであるということがわかります。 そして、このデータクラスには引数が指定されていて、このような引数を取ることができます。つまり、データクラスのイニット関数でセルフドットになるものですね。x やエッジインデックスやエッジアトリビュートや y やポジションや、あと何か何でもいいので、キーワードで入れることができます。特徴的なのは、エッジインデックスのタイプがロングテンソルに指定されていることで、これは右のコードの D タイプこのように PyTorch Geometric を使ってグラフデータ作成することができます。一方、分析上は複雑なグラフデータが必要で、そのようなデータセットは PyTorch Geometric のデータセッツに入っています。PyTorch Geometric のデータセッツからインポートすることで、いろんなデータセットを使うことができます。 ここではこの Plane2ID というサイテーションネットワークデータセットに注目してみましょう。この中には3種類。コーラ、サイトシア、パブメドといったデータセットがあって、今回はこの中で一番簡単なこのデータセットを使ってみます。このデータの中身を見てみると、このようになっています。グラフは1つで、ノードの 個数は2708個、エッジの本数は1556。で、ノードの特徴ベクトルは1433次元で、エッジには特徴量はない。で、ノードの y の値ですね、クラスの数は7種類というデータになっていて、右のようなあグラフになっています。このグラフの解釈として、引用の多い 論文は多くのエッジを持ちます例えば、中央付近にあるノード、つまり論文は、多くの論文に引用されているため、多くのエッジを持ちます。一方、引用の少ない論文は少ないエッジを持つため、周囲の点のように見えるものが引用の少ない論文になります。このような一つのグラフから、ノードレベルのタスクを考えることができます。 つまり、ノードの特徴量 V1 とそれに対応するクラスが分かっていて、クラスが未知のノードのクラスは何になるかという分類問題を考えることができます。それでは、このデータを読み込んで分類問題を解いてみましょう。トーチジオメトリックのデータセットから Plane2ID をインポートします。そして Plane2ID の中からコーラのデータセットを読み込んで データを表示してみると、先ほどのグラフを読み込めたことが分かります。このグラフデータに対して、モデル構築、学習と推論、誤差の評価という順番で濃度分類を行ってみましょう。まずはモデルの構築になります。ここではシンプルな GNN モデルを構築します。インポートするところで GCN コンブ、これが グラフにおける畳み込み層のになって、これをインポートしています。モデルの構築ですが、クラスで定義します。そこで、nn.module で親クラスを継承します。この nn.module というのが親のクラスで、今から定義する gcn というのが子クラスになっています。クラスの初期化メソッドで、i ニット、 関数を定義して、親クラスのイニット関数を使うというコードをここで書いています。以降は、各層の定義をしていて、1つ目の畳み込み層の次元の定義、L 関数や2層目の畳み込み層、SoftMax の定義をしています。次の関数として、データの流れを定義するフォーワード関数を作っています。 ここで nn.module を継承するため必ずフォーワードと名付ける必要があります。このフォーワード関数で引数としてデータ、グラフデータを取ってグラフデータの x.x つまりノードの特徴ベクトルを x としてグラフの隣接関係をエッジインデックスとして格納してそれらを畳み込み層に インプットして出力を得るということを2回繰り返して最終的にソフトマックスで7クラスのどの確率が高いかというデータの流れを記述しています。このように自分で定義した GCN モデルをここでインスタンスオブジェクトとして呼び出して小文字の GCN というインスタンス変数に格納しています。 このインスタンス変数に対して .cuda という関数、メソッドを使用することで GPU で使うことができるようにしています。この関数は上のクラス内で定義していませんが、nn.module 内にこの関数があるので、親クラスの関数を使うことができます。次に今構築したモデルを使って学習と推論を行います。最初に統治から 最適化アルゴリズムの Optim をインポートしています。次にグラフデータを GPU に入れて、結果の損失の値を格納するために、空のリストを作っています。分類問題なので、クロスエントロピー誤差関数を使います。クロスエントロピーロスクラスを使っています。次に最適化アルゴリズムとしては ADAM を使っています。 これもクラスとして定義されたものを使っているわけで、学習率はデフォルトが0.001になっています。そしてようやく学習をするわけですが、学習の回数は1000にしています。そして訓練モードに入ります。これは nn.module クラスのトレイン関数を使っているというふうに理解できます。訓練モードに入ったら、optimizer.0grad で、 これはアダムクラスのゼログラッド関数を使っているということで、勾配の初期化を行っています。そして、順電波によって予測値を得て、これですね、予測値と正解値から誤差を計算して、ロスアンダーバートレインという変数に格納します。このロスアンダーバートレインドットバックワードというもので、 クロスエントロピーロスクラスのバックワード関数を使っていることになり、これにより、誤差からバックプロパゲーションによって、勾配を計算しています。そして、得られた勾配を使って、オプティマイザードットステップにより、アダムクラスのステップ関数を使うことで、最適化アルゴリズムにより、パラメータ、つまりグラフニューラルネットワークの重みを更新している。 という流れになっています。得られた学習ロスは最初のリストに、空のリストに随時追加されていきます。次に評価モードに入っていくわけですが、これは nn.module クラスの Eval 関数を使っているということになります。評価モードに入った後はテスト用のデータを使って、テストデータに対する損失を計算し、リストに追加していきます。 一番下は学習過程を表示すす。るたためのただのだ出力関数ですこのコードを走らせると先ほど構築したグラフニューラルネットワークの学習が進み学習のロスとテストのロスが得られますその結果を表示してみましょうこのコードはただの図を書くためのコードですので詳細は割愛しますこのコードを実行すると右のような図が得られました オレンジの方がテストのロスで1.5を下回っているということが分かります。正解率を表示してみると、このような高度により77%であることが分かりました。グラフデータであっても、隣接関係を考慮しない場合は、通常の DNN で解くことができることは説明しました。つまり、各ノードの特徴ベクトルと クラスの値が得られているという問題設定ですね。この分類問題もやってみましょう。このようなコードで DNN モデルを定義しましょう。先ほどのグラフニューラルネットワークと異なる点は、全結合層を使っている点になります。先ほどは畳み込み層でしたが、今回は全結合層を用います。このイニット関数の中で、各層の次元数などを定義し、 データの流れはフォーワード関数に書くという点は先ほどと同様です。そして自分で定義したシンプル NN というクラスをインスタンス変数に格納し、そのモデルを GPU 対応にし、そのモデルを使っていきます。この DNN モデルを使って学習と推論を行ってみましょう。基本的なパーツはグラフニューラルネットワークの場合と同様です。損失関数は クロスエントロピー誤差で最適化手法は、アダム、損失のログを取るためのリスト、エポックを1000回行うという先ほどと同様のコードになっています。最も違うのは、モデルにデータの X、データ .X、つまり、ノードの特徴量ベクトルが入っているということになります。つまり、隣接関係は考慮せずに、ノードのベクトルだけが入っているというものになります。 このようにして得られた結果を見てみましょう学習誤差とテスト誤差を可視化してみるとこのような図が得られましたテストの値は最終的に1.7程度でした正解率で見てみると 47.69... という値で先ほどの結果と比べてみると DNN より GNN の方が正解率は高いことが分かりました したがって、畳み込み、つまり隣接関係を反映した特徴抽出がうまく機能しているという問題だったということがわかります。次に、また別のタスク、グラフレベルのタスクを考えてみましょう。グラフレベルのタスクを考えるための例となるデータセットとして、このデータセットを使いたいと思います。このデータセットの中にいくつか、 データの種類があり、今回は一番上のこのデータセットを使うことを考えます。ここでグラフが複数ある場合の問題となり、グラフ数は188個、で、1つのグラフ内のノードの数やエッジの数はこの程度となっています。また、ノードの特徴量の次元は7となっていて、グラフのクラスは2種類、0、1の分類となっています。 このデータセットのグラフの一部を可視化してみると、このようなグラフになっています。ノードやエッジの数が異なり、隣接関係が異なるグラフが入っているということがわかります。そして、y の値は、このグラフ1つに対して1つの y が入っている。このグラフに対しても y の値が入っている。そして y の値は今、今回の場合、0か1というバイナリークラッシュケーション。 という問題になります。このデータを読み込んでみましょう。統治ジオメトリックのデータセッツから TU データセットをインポートし、その中の NewTag というデータセットが今回の使うデータセットになります。そしてデータセットをシャッフルして、先頭から140個までは訓練データ用のデータセット。それ以降は テスト用のデータセットとしてトレインテストスプリットを行います。今回の問題において、先ほどの濃度分類の問題と異なる点は、今回はグラフが複数あるという点になります。複数あるグラフを何個ずつ読み込んで学習を行うかというバッチサイズを決めることで、コンピュータのメモリをそれほど食わずに学習を進めることができます。今回はバッチサイズを64と指定しておきます。 そして、トレインデータ、テストデータをそれぞれデータローダーというインスタンスオブジェクトの引数に入れます。バッチサイズの値も同様に入れます。このデータローダーは、ハイトチジオメトリックの中のクラスとして定義されており、ミニバッチで学習を進めるときに使う一般的なクラスになっています。データの読み込みはできましたので、次にモデルの構築を行いましょう。 このコードでグラフ分類におけるグラフニューラルネットワークのモデルを定義しています。コードはノード分類の時とほぼ同様です。最初に畳み込み層をインポートしています。異なる点はプーリングをインポートしている点になります。クラスの定義においても先ほどと同様ですね。親クラスの継承を行い、初期化メソッドの中で 親クラスのイニット関数を使うというコードを最初に書いて、質疑以降で各層の定義をしています。右のフォーワード関数でデータの流れを定義しています。インプットされたグラフデータから、ノードの特徴量、隣接関係、バッチを取り出して、畳み込みにインプットするということを複数回行い、 畳み込みを行った後にプーリング層に入れて、すべてのノードで各特徴量の平均を取るということを行って、ここで1つのベクトルができます。そして、そのベクトルを全結合層に入れて、最終的にソフトマックス関数により、0の確率が高いか、1の確率が高いかという確率を得ることができます。この自分で定義した GCN クラス。 をインスタンスオブジェクトとして呼び出しインスタンス変数に格納しそれを GPU で使えるようにします次に学習と推論を行いますデータローダーをインプットできる推論の関数として新しくこ,このようなものを定義していますが要は正解率を出す関数であるというだけで重要なのは右のコードになります 右のコードの流れは先ほどの濃度分類の場合と同様です。損失関数はクロスエントロピーロスとして定義し、最適化アルゴリズムは ADAM を使い、エポックは500にしています。そして、訓練モードに入ったところで、学習データからバッチ分のデータを呼び出します。つまり、このデータにはバッチサイズである64個のグラフが入っているということになります。 このデータに対して GPU 対応にし、勾配の初期化、順電波により予測値を得る、予測値と正解値から誤差を計算する、誤差逆電波、最適化アルゴリズムにより重みを更新するという流れで学習を進めます。次に評価モードに入り、学習したモデルから左で定義したイバリュエート関数により、学習の正解率とテストの正解率を 計算し、リストに格納していくという流れでログを取っています。このように保管された学習とテストの正解率のログを可視化してみましょう。右のような図になります。オレンジの方がテストの正解率になっています。エポック200程度でほぼ正解率はサチュレーションし、それ以降エポックを進めるとテストの正解率は下がっていったということから、 科学習気味であるとということが推測されます最後の正解率を表示してみると70%程度となっています。次に、同様のグラフデータに対して隣接関係を考慮しなければ通常の DNN モデルで回帰分析できることを確認しましょう。つまり、1つのグラフのすべての濃度の値を平均してベクトルを得て、そのベクトルと y の値で回帰分析を行う。 ということになりますこのような回帰分析をするためのモデルはこのようなコードになります。グラフニューアルネットワークの場合と異なるのは、畳み込み層はなく、全て全結合層で定義されているということになります。データの流れを見てみると、最初にミーンプーリング。 つまり全ての濃度の情報を平均化するという処理を行うことで、一つのグラフから隣接関係を考慮せずに一つのベクトルを得ることができ、そのベクトルを使って、全結合層活性化関数、全結合層活性化関数というふうにして、最終的な0か1の確率を得るという流れになっています。学習と推論のコードは、グラフニューラルネットワークの場合と全く同じです。このようなコードで、 DNN モデルの学習を進め、学習の正解率とテストの正解率のログを取って、その結果を可視化してみると、このようになります。オレンジの線がテストデータの正解率を示しますが、エポック500のところでもアキュラシーが70%より高いということから、今回の場合、DNN と GNN は同程度の正解率でありました。 今回検討した GNN モデルは、ノードの畳み込みだけを行ったものですので、エッジの畳み込みをすることで、GNN モデルの方が性能は良くなるかもしれません。ここまででグラフニューラルネットワーク自体の説明は終わりますが、補足として例外に見えるインスタンス変数の使い方を説明しておきます。自分でモデルを定義した後に、このようにして、 モデルを呼び出して GPU 対応しデータをインプットして予測値を得るというコードを書いてきました。この最初の GCN というのはインスタンスオブジェクトのことでインスタンスオブジェクトを格納する変数がインスタンス変数と呼ぶのでした。そしてインスタンス変数に対して関数を使うときは 関数名ということで、この場合、クーダ関数を使っている。これは、nn.class のクーダ関数を使っているということになります。しかし、ここで、net、d データとなっているんですが、これまでの法則では、net.forward、データだったんじゃないでしょうか。なぜ、forward ーーを明示せずに、forward ーー関数を使えるんでしょうか。これには、右に示すように、 コール関数というものが効いています。コール関数というものによってインスタンス変数を関数的に使えるようになっています。呼び出し可能と言います。つまり、ネット・データというものとネット・ドット・コール・データというものは同じ処理となっています。そして、コール関数が走ると、フォーワード関数が自動で走るように、n n トモジュール内で定義されているので、 この3つはいずれも実行可能なコードになります。ですが、慣習的にはこのように、ネット括弧というようにインスタンス変数括弧というようにシンプルに使います。ここまでの内容をまとめます。今回の動画では、ノード分類及びグラフ分類タスクに対して GNN と DNN の実装を説明しました。そして、グラフデータに対して畳み込みが有効に働いていることを説明しました。 しかしタスクによってはエッジに対する畳み込みが必要になる可能性がある例を最後に説明しました。これでこの動画の内容を終わります。